皆さん、グーテンタークくるくるくるのマリオメーカーが今日も始まるよ。光のように走り切れ10秒ぴったりスピードラン2、ASSP CD さん、なんというお名前なんだ。ベストクリアタイムは10秒切ってますね。クリア率 9.52%。 こちらのコースを遊んでいくる。光のように走り切ってやる。輝き切ってやる。燃え尽きるぜ。ほい、これは普通に今のは落ちてるだけ。これは上かな。はい、スピンジャンプしてからの弾かれて、どっちにくるくるくるができない。ここ見せ場なのに、見せ場で失敗していく。くるくるくる、バネをぴょんぴょん落ちたら、その次は特別難しいところはないんで、くるくるくる、オッケー。あれ足りないじゃん。マジかい。どうしようか。どこで短縮できるかな。今のでクリアできないとは思ってなかったんだけど、音符を降りていって、ここでしょ。あと短縮できるのってどこ。はい、くるくるくる、オッケー。あれ、今度はクリアできた。さっきどこでミスしちゃってたんだろうか。まあいいか、オッケーオッケー。クリアできれば全てオッケー。そして穴の中に落ちていくスタイルでございました。畜生め。哀れマリオ、せっかくゴールしたのにね、よく落とされるんですよね、最後にね。光のように走り切れ10秒ぴったりスピードラン2でしたが、9秒986、ちょっと早かった。はい、お次はこちらのコースに挑戦していきたいと思います。ひき肉にならないように頑張って逃げ切りましょう。あ、こっちか。ひき肉なんか嫌だからね。どっちどっち、こっち。はい、待って待って待って、これは壁キック、これもう無理じゃない。結構今の行くタイミングありました。ダメっぽいな、やり直そう。ブロックがあるうちに何かしないとダメかな。うん、ただダッシュで行けばいいってわけじゃなさそうだ。意外と頭を使う、そこのコースで。頭を使うコースは苦手なクルクルクルなんだけどな。オッケー。さっきはこの辺でもう詰まっちゃったのか。オッケーオッケー。今度はこれだぞ。下が1段残ってるうちに進んでいこう。お邪魔します。中間はナッシング。ここはきっと壊される前に駆け抜けていけよっていう感じだと思うんで、急ぎ急ぎ急ぎ、あと1回分しかないぞ。オッケー、中間ゲット。あー、今の大きいまま行きたな、もったいないな。とりあえずお邪魔します。中間はありがたい。はい、これはここで耐えるしかないよね、多分ね。ええ、こっからどうやって行けっていうの、全然ルートが分からないよ。え、嘘嘘、ここどうするの。あ、一瞬で壊されちゃった。待って待って待って、本気でルートがわからないぞ。ここどうすればいい。これ左側は当たるよね、トゲね。当たるよね。待って待って待って、本気でどういうこと。あ、それともここが壊される前に扉に入らなきゃいけないのか。こうか。そりゃクリアできないって。どうやって制作者さんクリアチェックしたんだろう、このコース。よいしょ。そりゃね、絶対気づかないわ、想定外。あ、しまった、引っかかってしまった。想定ない。中間からのやり直しの時にもたもたしていたらブロックが壊されちゃうからクリアできませんよと、そういうことでしたね。畜生め。こっち、オッケー。ここで一旦止まって落ち着いて、狭いな。ほい、あ、ゴール発見、ここです。落ち着いてクリアすることができました。マリオナンバーワン、フフー。
もっとね、難しい時コンボコースはいくつかクリアしてきてるんでね、このぐらいだったらやり方が分かれば大したことないかな。ベストクリアタイムの40秒切りっていうのはめちゃくちゃ早いね。それは無理だわ。はい、今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。初心者でも安心して遊べる簡単50秒スピードラン頑張るのだ。ハッピーチャンネルさん、ね、ベストクリアタイム41秒のクリア率 13%、まあ、クリア率高めなのでね、1回か2回ぐらいでクリアできるように頑張っていきたいと思います。まずはおなじみの右ダッシュからの溶岩の隙間をぴょんぴょんぴょんと越えていきましょう。右ダッシュでいいのかな。スターランになってきた。いいねいいね。クッパ様も食べたら出すもの出すんですって使ってたキリボーさん、こうやってトゲの中歩いてましたね。変なこと思い出しちゃったかな。パワーベキックして、次は左アナちゃん踏んづけて、クリボー踏んづけてからのボム兵やられていくスタイル。ここ越えるの意外と難しいよ。今スピンでいっちゃったけど、スピンジャンプじゃない方がいいのかな。行くぜ行くぜ行くぜ。クッパの腸内をきれいにしてやるんだ。腸内環境を改善、ビフィズスキン。いいねいいねいいね。間に合った。あーベーキックゲイ。アナちゃんとここだ。今度普通のジャンプできた。普通のジャンプの方がいけそうだわ。メットかぶってお邪魔します。メットかぶったまま入ってこられたのはでっかいんじゃないかな。バイーン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 。やばい、喋ることがない、喋ることがないんだけど、残り18 7。 オッケー、ゴール、楽勝。しまったな。思ったより本当にあっさり早くクリアできすぎちゃったな。もう1コース遊んでいこうかな。初心者でも安心して遊べる簡単50秒スピードラン頑張りました。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいく。でお待たせいたしました。今日のラスト、タックマンさんのコースに挑戦しましょうかね。タックラン80秒スピードラン、クリア率は 1% を切っております。そして80秒長いな。まずはスピンジャンプかな。うん、これはスピンジャンプだね。ま、覚えた覚えた。ほい、あれ隙間に入れないでいく。くるくるくる。タックマーさんのコースは難しいからね。こうか。おお、なにこれ、面白くない。この動き新しい、気持ちいいような、目が回るような。ほい、こっち、はい、こっちでいいのかな。はい、お邪魔します。第1エリアは突破。こう、はい、え、待って待って、あ、Pスイッチか。はい、どっちに行けばいいのか全然分かんなかったけど、あれ、ここ三段ジャンプでヒップドロップか。はい、お邪魔します。からのこの辺、ゲイ、こう、はい、ちくしょー、こんにちはばしちゃった。はい、問題のエリアに戻ってきましたよ。ここは P スイッチで踏んで、そのままの流れでくればいいのかな。こうだよね、はい、くるくるくる。ヒップドロップ届かない。あ、でも登れそう。こうか。タイムロスが痛いけど、とりあえず敵の様子は見たいし、しょうがない。こう、はい、お邪魔します。残り44秒。あそこは届くのかな、本当に。よいしょ、こうやって戻ってきたらヒップドロップ、あ、決まらないからの赤コインが届かない。しょうがない、これは諦めた、今は諦めた。からのこう、どっち。だ、引きたり忙しいわ。で、ヒップドロップ、 OK、 こうかな、間に合ったかな。はいはい、こっちです。
ペットを踏んで、ここがさっきわからなかったんで、落ち着いていこう。こっちか。こう来て、こう来て。間に合ってくれ。間に合って。ルートが、もう完全に塞がっちゃってんじゃん、畜生め。慣れてきた。こうですね。はい。こうで、ハメット投げて、こう、こう。あ、土管間に合って。入った。残り17秒。次、スピン。うっそ、ここまで来てやられるのはやめてくれ。じゃないかな。いって、残り21秒。さっきより4秒早い。ということは、さっきがいかに遅かったかということなんだけども。こう来て走っていけば多分大丈夫だと思うよね。はい、次こっち、お邪魔します。残り13秒。これで決めてやりたい。また強制スクロールか。あー、ギリギリ間に合ったからの、はい、こっち、え、あ、しまった。鍵付きの扉そこにあったじゃん。嘘、畜生めー。一回でもバネに弾かれちゃったら、ゴールできないんで、ゴールできないというか、届かないんで、お邪魔します。今度は畜生めって言わなかったぞ。右だと思う。7、6、え？鍵付きの扉？ 3、2、嘘！ 3 段ジャンプじゃないかい！畜生め！最後の3段ジャンプのタイミングさえうまく決まればなんとかクリアできそうだったんで、私クリクリクリにもケアできそうな明度を渡ってきた。本当にクリアできるとは言ってないけどね。それにしてもやっぱりタックマンさんのコース、今日の最後のコースですって言ってから遊ぶのは危険すぎます。どうせ遊ぶなら1コース目ですね。はい、最後のコースですって言ってから撮影を始めてクリアできないと地獄だからね。クレクレクレドロップ、オッケー。52秒。あのバネがうまく使えないな。うまく使えればもっと早いんだろうけども、 0.2 秒ぐらいは変わるのかな。お邪魔します。残り47秒。このエリアも難しいからね。ここもヒップキャンセルを早めに入れないと間に合わなかったりすることはないか。割と余裕あるか。でもやっていくに越したことはない。ほい、オッケー、こっちです。はい、やばい、タイムロスが長い。オッケー。21秒。あー遅い。 0. 何秒か遅い。これは間に合わないかもしれない。こっちです。間に合ってくれー、間に合ってくれー。残り13秒。お邪魔しますからの、ここは大丈夫だと思うんだけど、落ち着いていけばね。ギリギリだけどね。そして鍵付きの扉にお邪魔します。ドック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 、くるくるくる、オッケー。最後も華麗にくるくるくるを決めていけたぞ。タックマンさんのコース無事にクリアすることができました。ありがとうございます。タックラン80秒スピードランクリアいたしました。ありがとうございました。タイム結構ギリギリだね。ベストクリアタイムの方1秒以上早いのか。まあでもそうだね、うん、満足です。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もしよろしければ皆さんぜひお願いいたします。くるくるくるがとっても喜ぶからね、お願いするよ本当にね。そして次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。